はい、こちらはね、日本霧の里300メートル、まあ、金子運動広場、まあ、近くにあるね、まあ、サンサロです。うん。まあ、こうした一角がございます。まあ、庚申堂ですね。やはりね、もう、江戸時代を中心に、まあ、庚申信仰、まあ、ありましたから。ずいぶんお行儀よく並んでますね。まあね、最初からこのように並んでたわけではなく、まあコンクリートでね、まあ整列させているんですけど。すごい。あ、中にはね、まあ、サルタヒコオオカミ。サルタヒコオオカミの文字も見えます。明治30、まあ、7年かな、サルタヒコオオカミ。そこにもいます。そして、サルタヒコオオカミ。そして、寛政6年、まあ、庚申供養塔。まあ、こちらもね、庚申塔。はい、庚申堂。そうですね。ちょっとあれかな。ちょっとわかりませんけどね。それではね、高崎市金子町にある庚申堂からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。現在ね、林業試験場に来ていますけど、あ、もちろん当たり前ですよね。土日の公開は行っていません。平日に改めてお越しください。はい、土日に来た私がいけませんでした。